カーセンサーは1984年に創刊された日本の中古車情報誌。リクルートマーケティングパートナーズ発行。月間、または各週間。サイズは創刊当初は A4 パン中途時だったが、その後情報量が増えて B5 パの無線途時となった。2008年7月3日のリニューアル以降は A4 パン変形。1984年10月。 それまで中古車情報や別冊ホリデーオートのような中都寺が中心だった日本の中古車情報誌に厚みのある平都寺と販売店に関わりなく統一されたフォーマットを持ち込んだ中古車情報誌。このスタイルは先に中古車情報通信という名で創刊していたグー等にも踏襲された。創刊当初は全国版のみだったが1980年代後半までに 関東版と関西版に分割し、2009年2月より、関東版、関西版、東海版、北海道版、東北版、茨城版、群馬版、栃木版、静岡版、北陸、甲信越版、中国版、四国版、福岡、佐賀版、大分版、長崎版、中、南九州版の16市が発行されており、価格、発売日はそれぞれ異なる。 2004年、おとり広告を排除するため、広告出向の際に、車体番号を入力しなければ掲載しないこととした、ほか、売買契約成立後はすぐに広告を非公開にする、システムを業界で初めて構築。この結果、おとり広告が大幅に減少して、業界のイメージアップに貢献したが、広告の出向数は減少して電話帳並みを誇った、本の厚さは薄くなった。 2011年1月にはオリジナルキャラクターとしてカーボくんが登場した。2012年10月のリクルートの持ち株会社以降に伴い新設されたリクルートマーケティングパートナーズが発行元になっている。2017年1月20日発売後より関東版、関西版、東海版の3版がリニューアル。販売店ごとの在庫紹介ページから 経済物件が総額順に並ぶ代わ割となり、予算に合わせた相場間の調整が可能となった。3パンすべて価格は100円、発売日は毎月20日に変更。ブランドリニューアルに合わせて表記がカーセンサーからカーセンサーに統一し、タグラインはどんな車とどんな時間を、に設定。2018年1月20日発売後より、北海道版。 東北版、茨城版、群馬版、栃木版、北陸、甲信越版を東日本版として統合、静岡版を東海版に統合、中国版、四国版、福岡、佐賀版、大分版、長崎版、中、南九州版を西日本版として統合、関東版を首都圏版に改名した。東日本版、首都圏版、東海版、関西版、 西日本版の前後半編成となり、すべて価格は100円、発売日は毎月20日。2021年2月16日をもって各種フィーチャーフォーム向けサービスの提供を終了。ありがとうございます。